こんにちは。 NA の毎日 YouTube 更新しながら来年1月11日の神奈川県民ホール成功させようゴーゴーゴーな日々でございます。NU20 周年を迎えてその記念のホールコンサートということで来年1月11日ですね、神奈川県民ホール大ホールで NU の単独ホールコンサート決定しております。これに向かって今毎日頑張ってます。今日は僕一人で、ソロバージョンでお届けしたいと思いますがよろしくお願いします。では行ってみましょう。ワンツースリー最終電車完全に飲みすぎたら最終電車はどっちだっけ、一杯だけ行こうぜ約束通りに帰ってる人と一度じっくり飲みたいもんだ。鳴り響くベルの中急ぐでも足はもつれて君の怒った顔がまた浮かんじゃうけど僕の帰る場所にもう君はいない。最終電車のテロランプを見送るだけの僕は置いてきぼりだな。君がいない毎日と同じだ。離れてく背中に何も言えなかったあの日の僕と何も変わっちゃいないよ。最終電車のテールランプが少し滲んでるのは飲みすぎたビールのせいに違いない違いない。またやっちゃったらどうやって帰ろうかな、向かいのホームはまだ明るい、哀れむような視線が体中に突き刺さる、やめろ最終電車に置いてかれそう。ああ君にもよく怒られたな、しっかりしてよってその度に謝ってまた笑ってきたね、さよならのベルが電車のテールランプが消えた後のホームはとても静かだな、君がいない毎日と同じだ。ごめんもう一度まで書いたままのメッセージ、今も胸のポケットで揺れている、思い出に変えなきゃいけないのにまた会いたくなるのはああ飲みすぎたビールのせいに僕がもし間に合っていても君がいないならどこにも行きたい場所などないんだ。最終電車のテールランプを見送るだけの僕は置いてきぼりだな、君がいない毎日と同じだ。離れてく背中に何も言えなかったあの日の僕と何も変わっちゃいないや。最終電車のテールランプが少し滲んでたのはあ飲みすぎたビールのせいに、うん、違いない違いない。2021年1月11日成人の日、 NU 神奈川県民ホールでホール感想でやります。ぜひ来てください。お待ちしてます。こちらです。また。